皆さんこんにちは、ケンです。本日はタイトルである通りガーミンから新しく販売されたサイクルコンピュータ H830 と H530 について触れていきたいと思います。この動画はですね、これから H830 もしくは H530 どちらを購入しようか迷っている方、そして、H830 と530が出たことにより、前の機種である H820J と 520J、安くなったこちらを買おうかなって悩んでる方もぜひこの動画を見て参考にしていただけたらなと思います。まず、タイトルでももう結論述べちゃってるんですけども、私は今回この H530 こちらを購入しました。これを買った理由はですね、私ですね、もともとこの830の前の機種である 820J こちらを使ってたんですけども、いろいろ今から語りますが、トータルしてこのサイクルコンピューターのおかげで、サイクルライフが十分今楽しめてるっていうこともあるので、トータルですごいこれは買ってよかったなと思ってるんですね。なので今回大幅にアップデートしたこちらの530を購入しました。それではまず H830 と H530 こちらが前の機種と比べてどのようにアップデートされたかっていうのを調べましたので、ちょっとご紹介したいと思います。まずディスプレイのサイズが大きくなりました。さらにその解像度も上がったことによって非常に見やすい画面になりました。で、中の CPU、要は心臓部なんですけど、こちらも進化しまして、結構サクサク動くようになったと、ガーミンのホームページ上で歌ってあります。地図はですね、2019年の最新のものが入っておりまして、前の機種よりルート設定だったりナビ機能の幅が広がっております。あとはバッテリー持ちも向上されましたし、 GPS チップも新しいものとなってより正確になったということです。さらに新機能も追加されまして、ヒルクライムプロ、バイクアラーム、その他いろいろあるんですけども、そういった新機能も追加されております。ですので個人的な意見を言わせていただくと、今 520J と 820J、旧機種が安くなったことによってこちらを買おうとしている方がいらっしゃいましたら、地図のアップデートだけじゃなくて CPU も GPS チップも、ディスプレイも見やすくなってるってことを考えると、予算とかにもよるとは思うんですけども、私のおすすめは断然新型の830と530になります。そして今2019年度の地図が入ってますので、今買えば結構長いこと楽しめるんじゃないかなと思います。続きまして、 H830 と H530、 この新型でどちらを買おうかなっていう迷ってる方向けに簡単な製品の比較内容をご紹介したいと思います。まず530と830の位置づけなんですけども、830の方が機能が多いです。その機能により価格差はセンサーセットで約1万円ぐらい違ってきます。830の方が1万円高いです。主に違いとしては、830がタッチパネル式、タッチパネル式っていうのは、スマホの操作と一緒ですね。画面をタッチして使いたい機能を使うと、あとはスクロールとかもできると。それに対して530はボタン式になります。サイドにボタンが830より多くついておりまして、そこのボタンを押すことによって、操作します。これが大きな違いです。もう一点大きな違いとしては、どちらも地図は同じ地図が入ってるんですけども、ナビゲーション機能がデバイス上で使えるか使えないかになります。例えば近くのコンビニまで行きたい、どこかないかなって言った時に、830の中で、周辺のコンビニを検索して、このデバイス上で目的地を設定してくれます。それに対して530っていうのは
もともと入っている自転車道のコースなどを設定すればナビゲーションはデバイス上で行えるんですけども、まあ、今言ったようにコンビニどこかないかな、トイレないかなって言った時にデバイス上での検索はそういった細かいとこまではできません。なので今の2点ですね、操作方法とナビゲーション機能に、差が大きくありまして、そこで価格差が違ってきてます。もちろんもっと機能を深掘りするといろいろあるとは思うんですけども、大きな違いは私が調べた限りそんな感じとなっておりました。ですので830と530どちらにしようかなって迷ってる方は、その2点を1万円プラスで買うか買わないかっていう選び方をすればいいんじゃないかなと思います。続きまして、私がこの530を選んだ理由について述べていきたいと思います。まあ、今までこのデバイス上でナビゲーション機能が使えてタッチパネル式の 820J を使ってて、まあ、この流れでいくと 830J を買おうかなとも思いました。まあ、830J はですね、820に比べて、まあ、タッチパネルの感度とかもすごい上がってるらしいですし、まあ、CPU が新しくなったことによってサクサク動くっていうことで非常に気になってはいました。気にはなってたんですけども、2年間使って思ったことになるんですけど、まあ私もですね 820J を使ってる時にデバイス上で目的地を設定したりとかしてました。自動でデバイス上でルート作成してくれるんですけども、その時にいやらしい道を案内されました。ここ通るのみたいな道を案内された経験が何回もありましたね。自転車を始めた頃は、まあ、結構 820J の、 そのデバイス上で目的地を検索するっていう機能をすごい使ってたんですけども、まあ、ここ最近はもう Google マップ、スマホで Google マップで目的地を検索して自分でそのルート確認して行った方が、まあ、最短でも行けますし、スマホのナビゲーション、まあ、スマホというより Google マップのナビゲーション機能が優秀すぎて、まあ、ここ最近は使ってないですね。デバイス上での検索っていうのは本当に自転車が通れる道を、作ってくれることはありがたいんですけど、例えばかなり遠回りになったり、まあ、要は峠をわざわざ峠を越えて行くようなルートを設定されたりと、そういった案内をされて、まあ、この地図もですね、結局この画面上ですねでしか見れないので、なかなか確認する時も面倒だったので、デバイス上で目的地を設定したいっていう機能がいらないなと思ったんですね。それと例えばですね、まあ秋から冬にかけて走るってなった時に、まあ、グローブつけるじゃないですか、あの指まで覆うグローブ。そうすると、まあ、タッチパネルっていうのは使えませんし、あとは、まあ、例えば汗をかいて、汗がサイクルコンピューターの上に乗っかってしまいました、もしくは雨が降ってその時にタッチパネルを操作する時に、まあ、要はうまく操作ができないこともありました。その時にああこれボタン式だったらこういったこともないんだろうなと、ボタン式使ってみたいなと思い、今回530を選んだ感じです。はい、今開封しました。真っ黒でちょっと分かりにくいですがね、まずこれが本体で、これが心拍計ですね。これがスピードセンサー、ホイールのハブにつけるものになります。で、経電センサーで、クランクの太さに合わせてこういうふうにゴム式のバンドが2種類ついてます。で、これはステムとかハンドにつけるマウント、これが2つタイプがありまして、こういった頑丈なハンドルにつけるタイプですね。で、径が違うと思うんで、まあ、ロードバイクとかマウンテンバイクとか、まあ、こういった
噛ませるゴムも2種類ついてます。で、道具を持ってない人のためにこういったアーレンキーもにちゃんとついていて、工具がなくても取り付けができます。あとはストラップで、こういったステッカーもついてますね。で、これが充電のケーブル。これは前の機種と同じケーブルですね。まあこういったで、あとゴムのやつですね。ゴムのバンドっていうのは予備品が結構入ってます。まあちょっと言い忘れてたんですけど、今後のこの 820J の使い方なんですけど、今回またガーミンを買ったっていうのは理由があって、これで知ってる人もいるかもしれないんですけど、グループトラックっていう機能を使いたいんですよ。それ何かっていうと、例えばこれをマミにつけますと、これを剣につけますと言っていった時に、今どこを走行してるかっていうのが地図でわかるんですよね。グループトラック機能を使いたいですし、まあ、ここにメッセージのやり取りもできるんですよ。まあ、その2点をすごい使いたくて、今回もガーミンを購入しました。